戸部遺跡後、平野仕様の SNS フォロワー数が驚異的な伸び、ジャニーズ事務所を退所したキングプリンスへの平野仕様が、元メンバーと共に過去の映像がオンエアされる中、新たな活動が期待されています。戸部所属を発表した平野と神宮寺勇太の動向に加え、岸ゆ太の所属先も注目されています。一方、 平野は SNS のフォロワー数で大きな注目を集め、テレビドラマへの主演の話も飛び交っているとされています。業界は注目する中、平野がどのような活躍を見せるのか、その可能性に迫ります。平野市要、元キングプリンスへのメンバーでありながら、今後の活動に関心が集まっています。7月26日放送の、時をかける、にて、 平野と共に退場した神宮寺ゆ太たと岩橋玄樹の姿もオンエアされ、ファンたちは感慨深い気持ちに浸っているようです。一方、岸ゆ太は5月22日をもってキングプリンスを脱退し、主演映画 G メンの完成披露を舞台挨拶に登壇しました。岸も9月30日にジャニーズ事務所を退場予定であり、その後の所属先にも注目が集まっています。 滝沢秀明氏が立ち上げた、飛べ、には、平野と神宮寺が所属を発表しており、岸の飛べ入りも、規定路線と見られています。滝沢氏のインスタグラムの更新による、匂わせ、が話題になる中、元 V6 の三宅健も飛べ所属となり、業界では引き続き、やめじゃに、が合流する可能性が囁かれています。 女性セブンによれば平野と神宮寺の音楽活動は騎士の合流を待ちたいとして10月以降に本格的に始動する予定です。これにより、3人組の新グループ名にも注目が集まっています。また、飛べは来年にかけて大規模なライブイベントを仕掛けるとされており、タレントの退場ラッシュによるジャニーズの弱体化を逆手に取り、注目のアーティストを積極的に起用しています。 特に元キングプリンス組の新曲発売については近い将来実現する可能性が高いとされています。さらに、テレビ界でも平野に注目が集まっています。平野はインスタグラムを解説すると、わずか2日足らずでキングプリンスへのフォロワー数を抜き、359万以上のフォロワーを獲得しています。これは木村拓也や嵐をも上回る勢いであり、 本格的な活動開始後にはさらなるフォロワー増加が予想されます。日本テレビでの長瀬角と高橋山の主演ドラマが視聴率不振だったことから平野への期待が高まっていることは想像以上に早い展開となっています。ジャニーズとの兼ね合いを考慮しながらも、テレビ各局で平野の主演ドラマ企画が進行中であるとされています。 平野市用の動向は業界だけでなく、ファンにとっても大きな関心事です。戸部所属となった平野と神龍寺の活動に加え、岸優太の所属先も未定となっており、その合流を待ち望む声も多くあります。さらに、平野の SNS 人気や主演ドラマの話題など、多岐にわたる期待が寄せられています。 ジャニーズの新たなる一面を見せる平野耀の今後の活躍に注目が集まることは間違いありません。